はい、皆さん、こんにちは。下村武史でございます。今回やっていく内容は、選択的セロトニンサイトリクミスワ薬。これが、抗不安薬として用いられるんですが、作用発言するまで時間がかかる。じゃあ、なんで時間かかると考えられているのかということと、あとは、SSRI。これを抗不安薬として用いるにあたって、どんな風に用いられているのかってこと。これを解説していくということになります。 じゃあ、そんな中で、まず使い方から見ていくんですが、SSRI、これを抗不安薬として使っていくってなった時に、どんなことを考えなきゃいけないかというと、これはすぐには効果現れません。作用発言までに長時間必要と、まあ、1ヶ月程度必要。なので、SSRI 飲んだらすぐに抗不安さえ現れて、明日から抗不安ないよ。2、3日後に不安なくなるよ。まあ、そんなことがないんですね。じゃあ、1ヶ月ぐらい作用発言するまで我慢しなきゃいけないのかというと、それは辛い。 なのでどうかというと、投与初期はこうされてます。ベンゾジアデピン契約と併用。 このベンゾジアデピン契約も抗不安薬として使うことできるんで、これを併用することによって、そして不安を解消していくって感じになります。なので SSRI や作用発言まで時間かかっちゃう、長時間かかるんで、すぐに効果が現れない。これは困る。なので、投与初期というのはベンドでアデピン契約を併用して、そして不安をコントロールしていくんだということになります。 ただ、このベンドジアデピン契約はずっと使うとどういうことが起こるかというと、耐性依存生じるということで、あんまり長期間使うのは良くないとされているんですね。なのでどうかというと、SSRI が効いてきた時点で、このベンドジアデピン契約をやめるか。もしくは、トン用で用いる。どうしてもしんどい時ですね。頓トンプクですね。トンプクで用いる。っていう感じで、どうしてもしんどい時に用いるよ、みたいな感じで使っていくとされているんですね。 これが SSRI を抗不安作用を期待して使っていくときの使い方になりますんで、皆さんどうやって SSRI、抗不安薬として使っていくのかというね、このことをね、把握しておきましょう。じゃあこんなことを把握した上で、なんで SSRI ってすぐ効果を示さないのっていうとですね、実はこんな風に考えられているんですね。それが何かというと、この図に関する内容ですね。じゃあこの図何かというと、この図はですね、こんな風に見ていってください。まずこの神経がセロトニン神経。 で、このセロトニン神経って何してるかというと、このセロトニン神経っていうのはセロトニンの有利を行ってます。これはセロトニン神経となってるんですね。じゃあ、そんなセロトニン神経なんですが、これにはですね、どんなものがあるかというと、セロトニンを取り込むトランスポーター、セロトニントランスポーターっていうのが発現していると。これが発現しているんですよーってことですね。ここを押さえる。 で、有利したセロトニンを再度取り込もうというね、そんなトランスポーダーが発現しているということと、あとは、セロトニンがですね、働く受容体、自己受容体っていうのがあります。セロトニン神経だけど、セロトニンが働く受容体を持っているということで、自己受容体があると。で、この自己受容体なんですが、これが 5HT1A 受容体となっています。こんな感じですね。 じゃあこの自己状態何してるかというと、この自己状態っていうのは、チュンチュンって刺激されると、セロトニンが多いという風うに感知して、セロトニンの有利を抑制する方向に働いてます。でセロトニンによって 5HT1A 状態が刺激されると、セロトニン出さないでねーってね、まあ、こんな信号が送られるんだなってことを把握しておきましょう。これがセロトニン神経となってるんですね。 じゃあこのセロトニン神経の下にある神経なんですが、これが何かというと、これがギャバ神経となっています。じゃあこのギャバ神経なんですがどうかというと、このギャバ神経っていうのはセロトニン状態が発現している。なので、有利してきたセロトニンが、このギャバ神経のセロトニン状態に働くと、ギャバ神経が活性化されて、それによって抗不安作用が現れるよっていうふうになってるんですね。 これが今回表している図の内容ということですね。じゃあ、こんな図を押さえた上で、今から SSRI 使った時にどんなことが起こるのかってことを考えていくんですが、SSRI 使った当初ですね、使った初期の段階ではこんなことが起こります。セロトニントランスポーターが阻害される。セロトニンを再取り込みをするトランスポーターが阻害されるということになりますんで、シナップス感激のセロトニン、これが増えるよねってことが起こると。 じゃあ、この増えるってことだけ起こるのかというと、そうではなくて、こんなことが起こります。セロトニンの再取り組み阻害されてるんで、上の方でもセロトニンの濃度が増える。ちょ書きましょうか。セロトニンの濃度が増えると。それによって何が起こるかというと、このセロトニン濃度が増えることによって、自己受容体が刺激されます。 で、自己状態刺激されたらセロトニン多いなーってなるんで、こんなこと起こるんですね。セロトニン有利するのやめてね。セロトニン有利するのやめてねっていう、この信号が強くなります。それによって、セロトニンの有利が抑制されるということになりますんで、このシナプス感激のセロトニン濃度はそんなにはガッと上がりません。これが投与した初期の話です。 なので、SSRI 投与したセロトニン再ドリ込に阻害される、セロトニン濃度がガッと上がって、抗不安性よばっと現れるかというと、そうではなくて、セロトニン有利が抑制されるということになりますんで、このシナップス感激のセロトニン濃度はそんなに上がらない。なので、抗不安性はそんなに現れないよという状態になります。なので、この場合というのはベンゾジアデピン契約の力を使ってですね、不安を解消していくということになるわけです。これが SSRI を使った当初のお話ということですね。 じゃあ、ずっと使っていったらどうなるのっていうと、ずっと使っていくと、セロトニー濃度が高い状態ですね。この上ではセロトニー濃度が高い状態が続くので、自己状態がずっと刺激される、刺激される、刺激される、刺激されるとこうなるんで、もうこの上のですね、自己状態、まあ、そんなに働かなくていいんじゃないっていうことでサボります。それでどんなことが起こるかというと、ダウンデュレーションが起こると。 なので、この上の自己状態の作用が弱まります。それによって、有利抑制ですね。これが働かなくなって、それによって、セロトニン有利抑制。これが解除されると。ということからどうかというと、サイトリコミスト害によるシナプス感劇のセロトニン濃度の上昇。これが現れやすくなりますね。で、これが現れてどうなるかというと、ギャバ神経が刺激されやすくなり、その結果として、 好不安作用が現れやすくなるよっていうのが持続的に投与した場合の話ということになります。なので SSRI ずっと使っていくことによってどうかというと、好不安作用が現れて、ベンドでアデピン契約をやめたりとか、もしくはベンドでアデピン契約を問用で大丈夫だよっていう状況になりますんで、皆さんこのね、流れを追っかけてもらって、 どうやって SSRI が抗不安作用を示していくのかなんで SSRI が抗不安作用を示すまでに時間がかかるのかってことこのことをね、把握してください。ということで今回は SSRI と抗不安作用の関係ですね。これを見ていったんですけども、SSRI 当初はそんなに効果がないので、ベンゾルアデピン契約と併用する。 そして、長期間使っていくうちに、幸不安さえ現れるんで、ベンドジアデ,ピン,ベンドアデピン契約を旧約もしくは問用に変えることができるとなってますんで、皆さんその内容をちゃんと把握してもらって、SSRI、適切に使えるようになってください。それでは、また。